コーナー20戦18勝1敗1引き分け、18勝のうち8勝がノックアウト。公式計量はライトフライ級リミット108パウンド、渡辺事務所属、2007年全日本ライトフライ級新人王、2011年の日本王座挑戦権獲得トーナメント最強後楽園を制し、昨年のチャンピオンカーニバルに出場するも惜しくもスプリットドロー。現在のランクは WBO 世界ライトフライ級第11位、 WBA 世界ライトフライ級第3位、そして本日この春獲得した王座の初防衛と怪物退治を目論む第35代日本ライトフライ級チャンピオン、田口コーナー初防衛戦チャンピオン田口亮一。そのすでに多くの説明をしようとしない日本ボクシング界に現れた怪物が青コーナー。アマチュア戦績は81戦75勝6敗75勝のうち48勝ストップ勝ちしてきた我が国の高等学校ボクシング史上初の7冠王、昨年10月の OPBF ランク相手の A 級プロデビュー戦、そして今年年初のプロ2戦目、さらに日本1位を相手にした3戦目と全てノックアウト。公式では同じくライトフライ級リミット108パウンド、大橋事務所属、現在のランクは東洋太平洋ライトフライ級第4位、そして本日プロ4戦目で日本王座に挑戦する日本ライトフライ級第1位、井上モンスター名古屋。圧倒する、そして王者になる青コーナー挑戦者井上尚弥。ジャッジ阿部和夫、同じく杉山俊夫、同じく吉田和夫。川島さん、はい、とてつもない雰囲気の中でいよいよこのタイトルマッチ始まろうとしています。はい、井上選手非常に落ち着いてますね、笑顔も見えますね、はい、一方 のチャンピオンなんですけどちょっと緊張気味ですよね。さあいよいよこれから運命のこの日本ライトフライ級タイトルマッチ10回戦の第1ラウンドです。さあ2013年真夏の大一番、魂の打ち合いがいよいよ始まります。日本ライトフライ級タイトルマッチ、赤いグローブがチャンピオン田口亮一、そして青いグローブが井上尚弥です。さあ左のジャブを出しながら、まず井上尚弥、この辺りはまず相手の出方を牽制していきます。さあ川島さん、はい、まずこの第1ラウンドからいきなり動きがあるかもしれません、はい、積極的ですね、やっぱり井上選手もね、はい、今回はチャレンジャーということで青を基調にしました。青いトランクス、そして青いグローブ、青いシューズ、その青いシューズには今日の日付が入っているチャレンジャーの井上尚弥、左のジャブ。さあこれに対して田口もしっかりとパンチを合わせていきました。あ、ここは前に出て、さあ相手の出方をしっかりとコントロールしていこうというチャレンジャーの井上尚弥、青いグローブです。さあ前に出ていきます。さあこれまずこれ手出しを見せようという井上尚弥、大丈夫。さあ田口がここは距離を詰められるかどうか。内山さん、はい、この田口選手、赤いグローブチャンピオンですが、立ち上がりどういったところが普段は立ち上がりあるんでしょうか。そうですね、少し井上選手が思ったより多分出てきてるんで、出てきている、ちょっと、はい、硬い感じありますけども、あここは左だ。さあ井上の左、八重樫さん、どちらかというとこのチャレンジャー井上尚弥は最初のラウンドは意外とスーッと入っていく、まあ、様子を見ることが多いんですが、はい、今日出ていますかね、かなり。そうですね、今日はやっぱ気合入ってるんで、はい、最初からバンバンいってますね。先に仕掛けていっているのが井上尚弥、ミドフック、これは空振り。川島さん、はい、田口はもう距離を詰めて、内山さん打ち合ってる、ここで田口のパンチが井上を捉えました。田口はかなり打ち合いを意識して積極的に出るというふうに話していましたが、どうなんでしょう、それはできない感じなんでしょうか。今のところはまだできてないですけどね、はい、先ほどいいパンチ当たりましたね、先ほどロープに追い詰めるパンチで田口が一つ井上を下げました。さあロープを背負わせていこうという田口です。リングの中央、左のフックで飛び込んでいきます。この辺りでさあ右のフック、強引にここはパンチで前に出ようというのがチャンピオンの田口です。左のフック、
内山さん、少し変わってきましたかね、これタッチ。そうですね、お互いパンチ切れありますね、はい、どっちも当たれば倒れる感じですね、はい、共に一発があるという両者です。さあこの辺りで井上尚弥は距離がうまくつかめてきているかどうか、なんとなく自分の中では一発で距離というのが分かっているのが井上尚弥です。ただその距離を潰して今は田口のパンチが当たりました。日本タイトルマッチ、日本ライトフライ級のタイトルマッチ、残り10秒の標識がなりました。赤いグローブがチャンピオンの田口、青いグローブがチャレンジャーの井上尚弥。ここで第1ラウンド終了。第1ラウンド、まず川島さん、はい、かなりいいパンチを井上が立ち上がりから見せました。そうですね、やっぱり勘もいいですし、パンチ力もありますから、はい、どんどんやっぱ先手先手攻めますよね。ただ先ほどのような軽いパンチですよね、顔面にもらう、はい、勘がいい上にやっぱりちょっと目だけで見てしまうというところがあるんでね、はい、今のパンチもそうですね、このパンチですね。この辺りのそのパンチ力というのは内山さん、さすがというのが田口ありましたね今。そうですね、本当今日すごく切れてますね、はい、井上君も多分ちょっと出づらくなってると思うんですよ。そうですね、はい、はい、さあこれから第2ラウンド、さあ状況は変わるのかどうか、第2ラウンドが始まります。ラウンド2は日本ライトフライ級タイトルマッチ第2ラウンドに入りました。赤いグローブがチャンピオンの田口、青いグローブがチャレンジャー井上尚弥。左のジャブをついて、さあこの辺りで両者がどういう距離を測れるかどうか。勝てばあの辰吉丈一郎以来デビュー4戦目での日本タイトル獲得、23年ぶりの快挙がかかる。井上さん左、相手が出てくるところに川島さん、うまく合わせましたね。はい、福永さん、はい、チャンピオンサイドなんですが、第1ラウンドを終えてかなり左フックには手応えをつかんだようですね。あ、そうですか、はい、左フックが当たるんじゃないかと田口サイドは思っているようです。そして最後に井上は怪物じゃないんだよとセコンドが言って送り出しています、はい、チャンピオン田口サイドの情報、フジテレビ西岡貴弘アナウンサーです。福永さん、はいはい、一方の井上サイドですが、お父さんの慎吾さん、もっと楽に行こうぜっていう言葉を 7,8 回声かけました、はい、ちょっと硬さがあると見てるのかもしれません。チャレンジャーサイドは竹下洋平アナウンサーでした。かなりこの辺りというのがどういうふうに変わってくるかどうか、まあ、手応えを感じているのがチャンピオンの田口、もう少しリラックスしていこうというのがチャレンジャー青いグローブの井上尚弥です。一旦レフリーが間に入ります。さあ先手先に仕掛けられるかどうか、この辺りもさあ距離を詰めて前に出てくる赤いグローブの田口です。今離れ際を狙っている、それに対して対決だ、井上の下に引ける、ちょっとグラッついたか、ありますね、総合力の高さ。さあそしてこの辺りが田口が少し下がります、あっと距離を詰めて、さあ井上が仕掛ける、今会場は尚弥コール、今日は1000人を超える応援団がこの井上尚弥のチャンピオンベルト奪取瞬間を楽しみにこのスカイアリーのさらに足を運んでいます。さあ第2ラウンドは2分経過、ここで川島さん、はい、田口はどう返していくかですね。田口選手も決して悪くはないですね、はい、いい展開にはあると思います、はい、さあ出てくるのが左、チャレンジャー井上の左、この左フック強烈ですよね、うまいですね、左同士の戦い、それが一つのポイントと話していたチャンピオンの田口、ただチャレンジャー井上の左が出てきています。井上選手やっぱ手を痛めるのが一番怖いですね、当て感がいい上にやっぱりパンチをね当たる確率高いですからね、右手特に痛むのが怖いですね。実は4月の試合で青いグローブチャレンジャーの井上は右の拳を痛みました。最後は左のパンチだけで当時の日本ランカー佐野を破りました。しかしここは最後にラッシュを見せる田口、出てきますよ、そこもうまくかわしていった井上、ここで第2ラウンドが終了しています。よしいいぞ、よしよし、ラウンド3、さあこれから第3ラウンドです。チャンピオン田口、チャレンジャー井上、日本ライトフライ級タイトルマッチ第3ラウンドに入っています。左のフック出てこようというところに左、
それに対してさあ左がキーというふうな話もしていたその田口、今は左のジャブだいぶ遅れてきましたね、田口、うん、そうですね、積極的に行ってさあミノック、これに対してミノストレート井上が返していきました。さあ右、これはガードの上ということになりました。井上です、左のフック、26歳ようやく掴んだそのベルトを離すわけにはいかない赤いグローブの田口、プロデビュー4戦目、最速タイの記録で日本タイトルを手にするか、青いグローブチャレンジャー井上尚弥、ここも左のジャブ、ボディも交えていこうというのがチャレンジャーの井上尚弥です。そして出てくるところに右、さあ左のジャブを出しながら田口が少し距離を詰めてきます。出てきたところでしょ、この左のフックというのはこれ川島さん、はい、かなり田口これはそうです、ちょうど攻めるところにちょっとガードの空いたところなんですね、はい、右ストレート打つところとかちょっとガードの空いているところにやっぱもらってますよね、迎え撃つパンチですよね、井上選手としては、はい、この辺りというのが非常に田口にとっては厄介かもしれません。ただそのでも田口はパンチを出して前に出ます。第3ラウンド半分経過、さあこの辺りで田口は前に出るか、今も左のフックで飛び込んでいきました。両者ともに一発のパンチもあります。そして距離を詰めて打ち合いというのもできます。さまざまな形でさまざまな要素が絡み合うこの一戦、さあ軽くパンチ、この辺りで井上、さあペースをつかむか、ワンツー、そしてガードの脇から飛び込んでいった、ガードの脇から飛び込んでいきました。田口もでもよく見てますね、見てますか、まともにはこの辺りもしっかり田口がかわします。自分の攻撃最大限に活かしてますよね、本人はその距離感、まず相手のパンチが当たらないところ、次に自分のパンチだけが当たるところ、その距離感を大体立ち上がり1ラウンド2ラウンドで掴むと話しています。もう目の良さですね、はい、そのあたりのもう自分のその距離というのが井上は出てきた、ただ左の服を返す田口、ここで第3ラウンド終了、両者の思いがぶつかり合うここまでの戦いです。ラウンド中のフラッシュを使いましたので写真撮影はご遠慮ください。ここで一気に、いや八重さん、はい、ボディを中心にまず井上選手が出てきましたね。そうですね、上下の打ち上げがよくできてるんで、はい、このままコンビネーションで打っていってほしいですね、はい、ただ内山さん、はい、ある程度こう田口はうまくこう対応できている部分もあるかと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、中盤まで結構割としっかりブロックしてよく見せたんですけども、やっぱり井上君連打の回転も速いんですが、一発一発は強いですね、はいはい、でフックですからリターンがものすごく速いので、ちょっとなかなか今攻め上げられてますね、田口の、ね、さあ母が見つめ、そしてセコンドには自分の父慎吾さんがいます。家族と共に戦うこの一戦です。第4ラウンドが始まりました。この地元でそして日本タイトル獲得、その悲願に向けてという青いグローブの井上尚弥、そうはさせつと初防衛に臨んでいる赤いグローブのチャンピオン田口亮一。福永さん、はい、井上サイドですが、一発当たった後に大振りになりすぎている、一発当たってからコツコツどんどん追い詰めていこうという指示ですね、はい、で右のガードだけは絶対に下げるなよという注意が最後に与えられました。当然そのあたりは川島さん、はい、まあ、大振りになると怖いという部分、ガードが下がると一発のある田口ですから、はい、大振りになるとやっぱ隙もできますからね、できるだけ細かく打つってことがやっぱり鉄則ですよね、はい、出てくるところに今ジャブを合わせて、さあそこに右に吹く田口とパンチ、さあ第4ラウンドに入っています。この田口のトレーナー石原さんは、あるいは5ラウンド6ラウンドまでに圧倒しないと後半は厳しいかもしれない、そんな話をこの田口にしていました。このラウンドの前は強気でいけ、それしかないという指示を出していました、はい、チャンピオンサイド西岡アナウンサーです。
その強気、今までにない練習がして、そして今までで一番強い田口になったと話す赤いグローブ、画面左の田口、それに対して相手が人生をかけるなら僕も人生をかけた一戦なんです、そう話す井上尚弥。井上のね、はい、あのジャブがいいですよね、非常にジャブがいいですか、動く、はい、動く位置もいいですよね、さあただここは接近戦だ、田口が接近戦に臨む、さあ井上これ付き合うか、あるいは距離を取るか、いや接近戦で内山さん、はい、田口来ましたね、来ましたね、やはり田口のいいところをすごく打たれてても引かないところなんですよね、はい、打たれてすぐ引いてしまうとやはり井上のペースに簡単になってしまうんですけどね、そうさせないところが田口の持ち味ですね、はいはい、さあそれに対して井上はどうしてくるか、八重樫さん、はい、かなり接近戦もこの井上は積んでるんですよね、そうですね、ただまだ足は使った方がいいですね、足は使った方がいいですか、うん、もう少し後半になってから勝負してほしいですね、はい、この4ラウンドで少し動きがまた出てきました、井上君は乱打戦をそんなやったことないと思うので、後半の方が僕はチャンスになるんじゃないかと思いますね、はい、持ち込めば、さあ前に出る田口が前に出る、これがチャンピオンの意地、それに対してさあボディ、そしてアッパー、ボディからアッパー、アッパー来ましたね、左アッパー、さあ井上が出る、井上が前に出る、ここをチャンスと見たか、先ほども右ストレート打って左がアッパーを顔面ですよね、はい、なかなか打たない感じですよね、井上君しか打てないパンチです、井上の一つのその大いなる可能性が今出たシーン、一旦チャンピオンを下がらすというシーンが、井上さん、あとここでパンチだが、ここでゴングです、会場全体がどよめくだが、第4ラウンドが終わっています、とてつもないハイレベルのこの日本ライトフライ級のタイトルマッチ、さあ5ラウンドを迎えます、チャンピオンもそしてチャレンジャーもそれぞれがそれぞれの持ち味を出しながら、いよいよ戦いは中盤へと入ってきました、赤いグローブ田口、青いグローブチャレンジャー井上、日本タイトルのかかったこの一戦、飛び込みには左のここは服を合わせてきます、そして右のストレート、出てくるところに今は川島さん、はい、井上は合わせてますか、そうですね、左フック合わせようとしますね、はい、ボディ、そして相手のジャブが届かない位置にスッと井上が下がっていきます、前に出てくる田口、ここもうまくパンチは見切っていきました、井上尚弥です、右のここアッパー、それに対して右のボディを見せながら前に出ようという井上、左のジャブから、さあ左のフック、左とつなげてきます、一旦ここはレフリーが間に入ります、さあこの中盤からですけれども川島さん、はい、まずチャンピオン田口はどういったところがポイントになりますか、そうですね、先ほどのような接近してのボディから顔面への攻撃ですね、はい、しつこく攻めるということですね、そうすると自分にもチャンスが回ってくると思いますね、一方の井上はどういうところが大事になりますか、そうですね、前回佐野選手とやったような左ジャブですよね、あれをやっぱり軸に動いて、そして自分のコンビネーションを決めていくっていうパターンがいいと思いますね、はい、そんなに焦らなくていいと思いますね、今は右先に出ていこうという、さあ左のジャブ、そして右、ただこの辺りもしっかり田口はディフェンスしています、今まで参戦とは相手が違いますからというふうに話すこの井上尚弥、ただ去年の5月スパーリングで戦った時にはこの田口を井上は2度追い詰めました、あーここボディー、ここに来ましたね、ボディですね、さあボディ、このボディが一つのキーになってくるか井上尚弥、ただそれでも田口は引きません、ヘッドアンドウェイしてますよね、打って離れて打って離れてですよね、距離をつかみ、そして自分の攻撃、攻撃とその守備のバランス、そのあたりを考え始めている井上尚弥、そして前に出る、前に出る、アッパー開始が早いですね、はい、ものすごく、さあこのあたりはチャンピオン田口が少しこれというシーンを作れずにいます、しつこく攻めたいですからね、田口もね、はい、ただ出てくるとそこに井上のパンチが待っています、ボディーだ、ジャブついて動かれてますね、はい、出入りされてます、その出入りに対して距離を潰す打ち合いに持ち込む、相打ち覚悟で打とうという話をしていたのが田口、さあ井上のパンチが続く、
ちょっと田口からパンチが出ないか。井上が前に出る。田口とキックが空振り。ここで第5ラウンドが終了。井上尚弥がこの5ラウンドを押し始めています。いや、この回復の集中力がない。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この井上のボクシングはどういう風に映りますか？すごいですね。やっぱりなかなか隙がないなっていうボクシングですよ、本当に。ただやはり打ち合いになってるん で結構目で避けてる部分があるんですよ、スウェーとかで、はい、あれが一歩間違えればやはり当たる距離にいますから、そういったところ少し注意しないともらう可能性ありますね、はい、さあそれぞれのトレーナーから指示を受けて、いよいよ第6ラウンドへと両者が向かいます。ラウンド6、日本ライトフライ級タイトルマッチ6ラウンドに入りました。5ラウンドで少し押し始めたのが青いグローブの井上尚弥。セコンド父慎吾さんからは集中という言葉を受けてこの第6ラウンドに入っています。戦い方としては川島さん、はい、その出入りというところで井上はアップしよう、そんな感じなんでしょうか？そうですね、結構意識して接近すればこういうガードですよね、しっかり意識しながら今戦っている状態ですね、はい、福永さん、そのあたり、はい、慎吾さんからですね、上下の内訳も取り入れながらこのままの戦い方でいいぞというふうに言って送り出されています、はい、手応えを感じているチャレンジャーサイド竹下洋平アナウンサーです。さあその上下の内訳、このままさあ圧倒するか、左フック、一方愚直なまでに前に出ようというその田口。福永さん、ただちょっとやり方変えてくるかもしれませんね。セコンドからはいろんなことをやっていけと、左フック一辺倒という感じではない指示が出ていました。そうですか。チャンピオンサイドは西岡アナウンサーです。この井上を倒すための秘策もこの田口は立ててきました。その中でさあどういう戦い、さらにこの井上を前にして実際この試合の中でさらに上のレベルで、ストレート、田口の右が当たった。さあ一瞬井上が下がりました。井上選手目で見切るところがあるんでね、考えがね、ああいう周りもらうんですよね、はい、あ、ただパンチを返す、パンチを返す、井上が前に出た、目切れましたね。あ、ちょっと田口の目元から出血。さあついに井上尚弥がここをチャンスと捉え、フィニッシュへとつなげるか。田口はただ引かない、田口は引かない。井上も前に出る、田口も前に出る。いいですね、田口選手、田口選手形が強いですから、強いですね。気持ちの勝負と話した両者、さあ一発にかけようという田口、うん、ここはスイッチして、そしてうまく相手との距離を考えている井上尚弥。アッパーから前に出る、左のフック、左のフック、田口の左、この左のフックを当てるためにさまざまなことをやってきた田口、井上の顔を捉えました。ただ井上も前に出ます、右のボディ、重い一発が入る、前に出て右、とんでもないパンチが飛んでいる、ボディが効いてます、効いてます。さあ田口はただそれでも引かない、井上はそこにボディを入れる。濃密な第6ラウンドが終了しています。ここからの放送はコスモ石油とご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ第7ラウンドが始まりました。田口の左の目の上がカットしました。これは井上のパンチによるダメージでカットしたことになっています。福永さん、はい、まあ、傷の深さもそれほど深くなって1センチほどの傷、それほど心配ないということです。そうですか。さあいよいよ試合は終盤へと入っていきます。この田口は日本王者であり、そしてWBA は現在3位、WBO は11位、これを勝てば渡辺ジムの渡辺会長は次はもう世界戦だというふうに田口を送り出しました。一方の井上はこの試合勝てば世界ランク入り、
世界につながる戦いと話します。さあ足を止めての打ち合いになるか、左打って井上の左、ただ田口が見事強引にここは田口もパンチを出してきます。次この試合に勝てば世界につながるのは両者ともに、その思いもぶつけ合いながら、そして日本タイトルをかけた両者の一戦。先にパンチを出す井上、一発を返していく田口。川島さん、はい、これかなり打ち合いになってくる感じですかね。もうあの井上選手の攻撃からディフェンスが早いんですよね、はい、ディフェンスしてから攻撃っていうのがすごく間が早くてですね、右井上の右、さあ左を返します。田口も左を返します。あえて今受けに立ってますよね、井上選手の打ち合いにね、打ち合いに応じている。いろんなプランがあるから相手の出方によって自分はいろんな戦い方をしますと井上は話していました。打ち合いには打ち合いで応じようというその井上尚弥、青いグローブ。さあ緑森、少しさあ田口が下がってきたか、うん、もう少し田口は動きたい。後半もスピードで動いて、そして相手をかく乱したいと話していたその田口。田口しっかり見てまだ狙ってますね。狙ってますか、はい、はい、あー左引け、井上の左引け、当たるパンチのその数というのは井上の方が増えてきたか。さあ田口はボディ、あーただそれでもボディを受けても井上は前に出てきます。八重樫さん、はい、こんなこう闘争心あふれる井上というのは初めて見ましたが。そうですね、あの井上も気が強いんで、田口選手が打ってくるとやっぱり打ち返しますね。あ、そうですね。さあここもパンチをまとめる、井上がパンチをまとめる。さあ追い詰めるか、バランスがいいですね、バランスが。追いかけていく。さあしかしアッパーで相手の動きを封じようという田口、パンチをかわして前に出て井上、場内のボルテージ上がります。第7ラウンドも終了しました。ラウンド A、 日本ライトフライ級タイトルマッチは8ラウンドに入りました。川島さん、はい、戦前の予想ですと圧倒的にこう井上有利、しかも早いラウンドでの決着もあるんじゃないか、そう見られていましたが。そうですね、あの田口選手、まあ、頑張ってますよね、はい、健闘光ります。福永さん、はい、あのこのラウンドインターバルからで、井上尚弥初めてですね、今ポイントだとどうかなと判定のことを気にしましたね。あ、そうですか。チャレンジャーサイドは竹下アナウンサーです。ここまでの展開、川島さん、まはい、大きなポイント差にはもしかするとなってない可能性はありますよね、この両者。そうですね、1ラウンド1ラウンドやっぱり取るとそんなにないですけど、やっぱり10対9でつけるとやっぱ井上選手ですかね、はい。井上尚弥の左、まあ、井上選手の方が的確にパンチをしっかり当てて、プレッシャーをかけてますよね。今も左の服が入りました。プロデビューして3戦3勝 3KO、 4戦連続 KO で、あの1990年八王子丈一郎以来のデビュー4戦目の日本タイトル獲得なるかという青いグローブの井上尚弥。ただこの試合ベルトを守って、そして世界につなげていこうという赤いグローブの田口、26歳の田口と20歳の井上、本当に、ね、すごいことですよ、この20歳で、ね、4戦での日本タイトルができるというこの実力ですよね、はい、この井上選手 の、 やっぱこのセンスの良さと実力、これはやっぱすごいですね。過去そのプロデビュー4戦で日本タイトル獲得は平中明信さん、そして辰吉丈一郎さん、その2人しかいません。しかもその2人は4戦連続 KO で日本タイトルを獲得しました。井上もそれに続けるか、そうはさせないという王者の意地、田口か。さあここはしかし井上だ、プレッシャーかけてますね。田口にロープを背負わせる、さあ井上、ただ田口も返す、井上のボディ、右、井上の右、田口もチャンピオンの意地ですね、頑張りますね。チャンピオンの意地を井上が上回っていくか、左のジャブ、井上が詰める、アッパー、直屋コールが続く、このスカイアリーナでは
残りは30秒ジャブ、田口は何とか返したい。ただボディを打ってさらに追い詰める井上。田口の方がダメージはありますけど、はい、井上君も多分相当きついはずですよ。きついはずですか。スピードがだいぶ落ちてきてますから、はい、あ、そうですか、ええ、ただ今も田口のフックはしっかりと見切っていきました。井上尚弥、アマチュアでも輝かしい成績があるこの井上。この8ラウンド攻めて攻めてという井上でした。リングの下では心配そうにお母様の美穂さんが見つめています。そしてその井上の横には父慎吾さん、ボクシングを教え続けるその父慎吾さんです。さあ両親の思いとともにこれから井上尚弥が第9ラウンドへ向かいます。残るラウンドはあと2つ。日本ライトフライ級タイトルマッチ10回戦、チャンピオン田口、チャレンジャー井上。左のジャブ、さあ田口が前に出てプレッシャーをかけます。福永さん、はい、チャンピオンサイドはもう倒すしかないというふうにセコンドも声をかけましたね。あ、そうですか。さあ倒すしかない。ただ内山さん、はい、その倒すパンチというのはこの赤いグローブ田口は持ってますよね。まだまだありますね、はいはい、欲しかったベルトを手にしました。2回目のチャンスでそのベルトを手にして、さあ今日が初防衛戦、今までで一番強い相手と話すその井上を田口は迎えています。さあここで倒しに来ようという田口、それを上回っていけるか。チャレンジャー井上、あー、ここは田口のパンチが出る。さあ井上もパンチを返すか。井上は動こうとしたんですけど、はい、そうさせなかったですね。今田口が、ね、打ち合い持ち込んでますね。今これが日本チャンピオン、これが田口です。しかしここまで3戦3勝 3KO、 井上のその連勝記録と連続ノックアウト記録は続くのかどうか。4戦目でその腰に日本タイトルのベルトが来るか。第9ラウンドは半分経過。はい、ここから井上尚弥に大事になってくるポイントはどういうところでしょうか。やっぱり、ポイントというかやっぱり見せることですよね、はい、見せてほしいですね。いろんな意味で、テクニックといい、はい、パンチ力というね、いろんな意味で見せてほしいです。本人は辰吉丈一郎がその日本タイトルを巻いた時に圧倒して勝った、その姿に惚れました。あのボクシングの技術で、そのテクニックで観客を魅了する、そんなボクサーにもなりたいというふうに井上尚弥は話します。さあ右のボディ、クリーンヒットしています。ただ田口も耐えます。頑張りますね本当。それに対してさあ井上パンチを重ねる、前に出る井上、追い詰めていきます。右のボディ、このラウンドでこれだけパンチをまとめられるっていうのはやっぱり普段の練習の賜物ですよね。井上が死んでるか、井上が死んでいるか。田口もいいパンチ打ち返しますね、うん、はい、田口もしっかり返します。ここで第9ラウンド終了。日本ライトフライ級タイトルマッチはこの後ファイナルラウンドに持ち込まれます。じゃあ深呼吸、まず深呼吸。いやー八重樫さん、はい、このラウンドに来てのこの井上の攻めというのはどういうふうに映りました。そうですね、まあ、しっかり練習してるんで、最後までこうやって強いパンチ打てるのはさすがだと思いますね、はい、そしてそのパンチに対して、いや内山さん、はい、田口も引かないですね。そうですね、結構もう段食らってもいいようなパンチ何発もらってるんですけども、はい、やはりもう根性ですね、はい、いやまだまだ田口最後倒す気がします。川島さん、本当に両者の思いが伝わるそんな試合になりましたね。そうですね、さあファイナルラウンドノックアウト決着があるのかどうか、運命の3分を迎えます。
チャンピオン田口か、チャレンジャー井上か、歴史は作られるか、歴史の前にチャンピオンが立ち上がるか、運命のファイナルラウンドが始まりました。おそらくもお互い最後倒しに行くでしょうね、はい、さあ倒しに行くその戦いの末にどちらがヒーローになる。あとちょっと食らってきた、田口がちょっと食らってきた、さあ井上がここでダウンを奪うか、一旦田口の足が止まりました。あーただまたボディーで前に出ます。そして田口が仕掛けます。気持ちの勝負になりました、あるいは気持ちを上回る魂の勝負になりました。さあファイナルのボディ、井上のボディ、さらに引く、圧倒すると話していた井上、そうはさせない田口。井上ガードですよ、ガード、はい、危ない、もうガードサイド打ってますね、うん、もう完全に打ち合いだ、足使った方がいいですね、動いて、これがボクシングの打ち合い、これこそがボクシングの醍醐味、それを26歳田口と20歳の井上が演じています。さあ井上が前に出る、ジャブからジャブから浅井、出ますね井上、見せますね。ファイナルラウンドも半分経過、井上のパンチが続く、田口は一発出せるか。ポイントだと井上君リードしてると思うんですけど、最後まで倒しに行く姿勢ってのはさすがですね、どちらもノックアウト勝利しか考えていません。ベルトと世界ランクと、そして目の前の相手を倒すこと、その思いとともに拳を挟める井上が出る、井上尚弥を倒しに行っている、優勝してますね、はい、意地と意地だ、引かない、1と1のぶつかり合いですよ。前に出る、右、井上の右、左のアッパー、井上が出ます。田口も返そうとする、前に出る井上、お互いの人生をかけた一戦はこんなとてつもない魂の震える試合になっている。井上下がらないですもんね、下がりませんね、今度下がらないですよ。そしてガードの下げてさ、パンチを重ねます、田口も返す、井上のパンチを続ける、これがタイトルマッチ、これが両者の人生をかけた大一番、第10ラウンドファイナルラウンドが終了しました。あー、そうか、そうか、いい試合だった、うん、いやまずはこの最終ラウンド、八重樫さん、はい、井上のこの戦いはどういうふうに最終ラウンドは見ました？いやもう倒しに行ってましたね。そうですね、やっぱりまだ力しっかり残して倒しに行くパンチありましたね。これがプロ4戦目ということになるその井上でもありますが、さあそして内山さん、はい、弟分として本当に可愛がっている田口のこの10ラウンドの戦い、どういうふうに映りました？いや本当にもう熱くなりましたね、うん、本当にもう勝ちたいっていう気持ちがものすごく出てましたし、はい、やはりそのためにトレーニングを積んだなっていう試合だったと思います、はいはい、ヒーローは今日2人生まれたかもしれません。ただ王者としてこのリングに立てるのは1人です。井上尚弥か、それとも田口良一か、その答えは3人のジャッジ判定と持ち込まれました。母は祈るように井上尚弥のこの判定の時を待ちます。ジャッジ吉田和俊97対94、ジャッジ阿部和夫98対93、ジャッジ杉山俊夫98対92、以上3対0のユナニマスディシジョンをしまして、勝者日本ライトフライ級新チャンピオン3対0、安定勝利、井上尚弥が歴史を
作りました。デビュー4戦目見事日本ライトフライ級新チャンピオンとなりました。さあそれでは新チャンピオンはどんなコメントをするでしょうか。それでは新チャンピオン井上尚弥選手のインタビューです。それでは勝利者インタビューです。新チャンピオン井上尚弥選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございました。ベルトを肩にかけた今の気持ちはいかがでしょう。いや率直に嬉しいんですけどまだまだ未熟者です。はい、10ラウンドの激戦になりました。今日の試合の内容に関してはどういうふうに考えてますか。やっぱり田口さんがもう本当チャンピオン意地すごくてもうまとめたいところも全然まとめさせてもらえなくて全然自分のボクシングじゃなかったんで、はい、もう課題ばっかです。前チャンピオンになりました田口選手にも一言伺います。初の防衛戦でした。この拍手が物語っていると思います。10ラウンド振り返っていかがでしょう。いや本当井上選手本当強くて本当なんかも何回もくじけそうになったんですけど気持ちで戦いました。すみません。それと井上選手昨日お父さんの誕生日だったそうですね、はい、お祝いはされたんですか。そうですね、もうこの勝利と、日本ベルト一日遅れの誕生日プレゼントとして、はい、お祝いで、お祝いしたいと思います。さあ井上選手地元座間で日本チャンピオンかっこよかったと思います。今日集まったファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、ファンの皆様、地元座間の皆様、今日は本当に応援ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょよいしょ。以上新チャンピオン井上尚弥選手でした。おめでとうございます。